川健次郎2000本安打達成。2005年に2000安打を達成した野村健次郎選手、カープの生え抜きでは衣笠祥雄選手と山本浩二選手に続く3人目の達成でした。支えになったのはファンの力だったといいます。広島のファンの方がこうどっかでこう会うたびにあと何本ですねってカウントダウンしていることもすごく僕は助けられたなっていうふうに、僕だけの記録じゃなくてみんなが楽しみにしてるんだっていうことが本当に頑張れる原動力というか気持ちにさせてくれたんじゃないかなというふうに思います。現役時代はカープ一筋17年の野村健次郎、俊足を生かして3度の盗塁王、バッティングでは初球から狙う思い切りの良さで3度の最多安打、また何といってもその人望でチームを率いるリーダーシップに長けていました。ドラフト1位で入団した野村、名言を残しています。先輩方全員で今の心境は、まあ、セカンドからサードを回ってホームでクロスプレーで審判がアウトかセーフかというそういう心境ですね。ファンに次世代のリーダー誕生を印象付けたのは1991年、カープ6度目のリーグ優勝の年でした。リーグ最多安打と盗塁王、台頭著しい若手の中心的存在でした。今監督やられてる笹岡監督がね、笹岡選手がやっぱりすごく大車輪の活躍とベテランの人たちとうまくこう融合して優勝できたんですけど、よくその時に今言われたようにチームリーダーとか若手で頑張ってっていうのも2年目と同じでもう無我夢中でした。優勝のビールかけではチームの輪の中心で盛り上げる姿がありました。あれも僕からやれって言ったんじゃなくて、先輩方がお前本当だよって言ってくれて、で、まあ、僕がやらせていただいたんですけども、もうとにかくもう、厳しいっていうカープのイメージってこう厳しいっていうイメージがあるんですけども、実際はすごく先輩方は優しかったですね。レギュラーをつかんだ野村、走攻守で絶大な存在を示しチームリーダーへと進む過程で偉大な先輩の金言が教えとなりました。その先輩とは野村がプロ2年目のシーズンにトレードで移籍した高橋義彦選手です。ショートのレギュラーに君臨していた高橋は次に続く野村にある言葉を残しました。高橋義彦さんがカープを去るときに高橋義彦さんから言われた言葉がずっと僕にあって、絶対に少々痛かったり痒かったり、その体調が不良でも絶対休んじゃダメだと。なぜならそのチャンスを人が掴んだ時に、変わった選手が出た時に、まあ自分に対しては好きですよね。チャンスを人に与えるっていうことは、その人がもしかしたら4打数4安打打つかもしれないし、すごい活躍をする可能性があると。だから休んじゃいけないんだっていうのは最後に僕教えてもらった言葉なんですよ。1995年、野村は球団初の記録を刻みます。打率3割、30ホームラン、30盗塁以上のトリプルスリー、安定感のある打撃に加え長打力、さらに俊足とオールラウンドな打者の象徴という偉大な記録です。現在まで見てもプロ野球で10人しか到達していません。フォームを変えてなんかこうボールが上がるというか、ような角度がつくようになって、まあよく本当にトリプルスリーの話は皆さんしていただくんですけども、なんで打てたのかなっていうのはね、今でも自分でも不思議です。簡単に言うとその気になってたのかなっていう、ホームランを打とうじゃなくて普通に打ったらボール上がるから、あ、スタンドインしたなっていう感じで。野村は現役終盤、怪我と戦いながら試合に出られないことも増えます。その中で2004年を終えて1945本のヒットを重ねていました。2000安打は目前、それでも野村は苦しい胸の内にいました。実はもう2000安打がその目前の時に自分の体がなかなかうまくいかず、現役やめますっていうことを、まあ、
今一緒にね、解説やらせてもらってるんですけども、山本浩二さんに当時監督です言ったらもう一喝されまして、一生後悔するぞとって言われて、で気持ちはわかるけど頑張れと、悔しいと思うけど、歯がゆいと思うけど頑張れと、野球ユニフォーム脱いだ時に一生お前は後悔するっていうことを言われる。2005年6月野村は2000安打を地元で決めました。野村はこの年通算安打を2020に伸ばします。そして10月入団時と同じく印象的な言葉を残して現役のバットを置きました。子供たち、野球はいいもんだぞ。野球は楽しいぞ。その野村は2010年から5年間指揮官として戻ってきます。田中康介、菊池涼介、丸義弘の田中菊丸を一軍に定着させ、鈴木誠也を抜擢しました。野村が育てた若い力は後に球団初の3連覇へとつながりました。監督引き受けた時っていうか、現役を引退して、OB として、カープの試合を見てたり、このオフのシーズンに選手がインタビューをしている時に、一番変えなきゃいけないと思ったのは、来年は A クラスを目指しますっていうコメントがすごく多かったんですよ。いや、 A クラスじゃないだろうと、そこはもう優勝って言おうよっていうことを就任した時に選手に伝えました。球団初のトリプルスリーに球団3人目の2000安打、野村健次郎は躍動感あふれるプレーと強烈なリーダーシップでカープの歴史を切り開くと、監督となっても球団初のクライマックスシリーズ進出に導きました。ファンが憧れ今も心に残る背番号7がレジェンドゲームでよみがえります。正直ね、試合はすごい楽しみですし、先輩方とかやっぱり広島にいてもなかなか会えない後輩たちもいるんで、見方としてはユニフォームと背番号とシルエット、ああそうだったなっていう、当時のやっぱり年齢の近い応援してた、市民球場を応援してた、人たち、その当時に戻ってそのシルエットだけでもね、楽しんでもらえればいいかなというふうに思います。